はい、どうも、皆さんおはようございます。ワードです。2018年4月の10日、朝の7時30分です。よろしくお願いします。時殺先輩いらっしゃい。おはよう、チャンメグ。アーミーいらっしゃい、久しぶり。サムネ変えたんだ。チャンメグも久しぶりじゃないかな。おはよう。ニャコいらっしゃい。おはよう、ワドツ。おはよあ、ボクシング見てくれたんだ、シャンメグ。ありがとね。やっつけたよ。やっつけたっていいよね。みーすけ、おはよう。よろしく、今日も。おはよう。みーすけ、あれだよ。プラズマクラスター起動したよ。瞬殺だったね、結局ね。瞬殺だったね。まあまあ、相手が練習してなかったのは見え見えだったからね。まあ、あれは負けないでしょ。まあ、すぐ2回ダウン取って。1ラウンド KO はまあ気持ちいいよね。おい、菩薩さん、バカ10個ありがとう。ありがとう。まあ、やっぱ勝つと気持ちいいよね。セゴロ2も勝ちたいな。起動？すげえいい感じ。ありがとうね、みーすけ。空気入れ替えようかな。よっしゃ、朝の空気入れ替えと、シャカとペコの。あれだな、太陽浴びを日光当ててあげよう。はい、シャカペコおはよう。シャカペコおはよう。どうだ、あ、気持ちいいの、元気？今日もいい天気だね、ペコ。シャカおはよう。よいしょ、光飛んでるな、すげえな。なんでこんな光飛んでんだ。光飛びすぎでしょ。ちょっと待って、詳細。どうすればいいんだ。これくらいでいいかな。これくらいかな。ハートありがとう、アーミン。女優ライトっつうか、太陽の光で、パーって光が飛んじゃったね。ロゼさんいらっしゃい。え、ステゴロ見に来てくれんの？あー、ありがとう。じゃあ、現場で会おうね、チャンメグね。誰推しなの、チャンメグは。誰がメインの試合の、一番好きな追っかけてる配信者は。ダメよ、喧嘩しちゃダメだよ。おはよ
ね、来て。俺なの？オッケー、頑張るよ。お世辞でも嬉しいね。ペコ、シャカ、仲良くね。仲良くだよ。うん。高層ビルの谷間から海の向こう、あ、 YouTube 見てくれてんだ、ありがとうありがとう。また企画やろうかな、4月の末に。どうしようかな。毒の塔に外れたブレーキ、逆らえない本能。おいしいご飯、おいしい。カゴもそろそろ変えてあげないとな。おいしいの。前にも言ってたけど、ちょうど誕生日なので勝利のプレゼント期待します。あー、そっか、みーすけ誕生日か。オッケー。セゴロいつだっけ、6月の25だっけ。もうあれだよね、1ヶ月半ぐん、2ヶ月半しかないのか。セゴロっていつだっけ。おい、マくん、いつもありがとうね。なんかね、有名になっちゃってね。バガ、ありがとう。マくん沖縄なんだっけ、住んでんの。6月の23か。オッケーオッケー、みーすけ、了解。勝利のプレゼントをね。でもまあ前より強くなってるしね、あの負けないと思うよ。よっぽど直樹兄さんがボクシングのテクニック持ってるとかじゃなかったら、まあ勝つっしょ今回は。もう結構安心してるっつうか。おはよう、イエスさん、風船ありが、ハートありがとう。結構強くなったよね。みーすけ生で見てどうだった？結構強くなってたでしょ。みーすけはね、生で見てるからね。ありがとう、みーすけ、花火ありがとう。ありがとう。強くなってたでしょ、みーすけ。去年より全然。多分負けないと思うんだよな。みーすけ、俺の試合生で見てるからね。ねえ、迫力あったでしょ。自分でも強くなってる自信あるもんな。おはよう、ちょめちょめ、おはよう、おはようございます。おはよう。今日いい天気だね。
バカありがとう。お前とかプロ、うん、助けてだったので心配してきました。アイテムで助けてください。いや太ってさ、ちょっとよ今のね多分体力の4分間無理だから、ちょっと配信終わったらこの後走りに行こうかなとか思ってるんだよね。ちょっとまずいね。何結局こじきって。俺あのアイテムもらって生計立ててるから。ありがとう、花火ありがとう、ねぼすけさんありがとう、あざーす。きつね枠よりこっちの方が良かったかな、うん、ありがとうね、頑張ります、あざーす。タバコ吸うとな、作動するよな。これってさ、あのフィルター交換とかフィルター掃除とかやんないといけないのかな、空気清浄機って。なんか使い方が分かんねえんだよな。なんか定期的にエアコンみたいにさ、フィルター洗ったりすんのかな。どういう仕組みなんだろう。掃除機で吸うんだ。オッケーオッケー。この後ろの部分をね、これを多分掃除機で吸うんだろうな。どうやって取るんだ。これをやる感じ？これを掃除すればいいだけ？この網の部分を。え、ちょっと待って待って待って。袋ついてるんだけど、これ機能してないよね。ちょっと待って、のんちゃん。のんちゃん。フィルター袋に入ってるんだけど。フィルターが袋に入ってるんだけど、これ意味ないよね。これ意味ないよね。なるほど、通りでなんか空気出ないなと思ったんだけど、今開けてよかったわ。いや嘘でしょ、フィルター袋に入ってるんだけど。最悪、通りでなんか空気きれいになってるかなって思ったんだけど、そういうことか。なるほど。おはよう、9時になったら行く？頑張ってね、セフィロ。なるほどね。なんかこんな感じなんだ、空気清浄機って思ってたんだけど。そういうことか。アホだな、俺。生主ってアホだね。これを出すのか。なるほど。意味なかったね。なんかね、こういうことなの？と思って。いや、アホだわ。今からがじゃあちゃんと空気清浄機が稼働するんだ。なんか空気の出悪いなとか吸い込まないなとか思ってたんだよ。でもセンサーは反応してるから。なるほど、そういうことか。わかったわ。アホだよな俺。なるほど、これを洗うのね。掃除機で吸えばいいのね。じゃあこっからが本番だ。底抜けだ。よし、起動するよ。用意スタート。あ、来た来た来た、空気来た。あ、来た来た来た。あ、これだ。来た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 。あ、いいねいいね、空気出た出た出た。うん。袋から取りました。いや書いといてよ、わかんないよ。あ、なるほど。あ、吸ってる。さっきの起動ありがとう、何なんだよって感じだよね。あー、綺麗な空気になってる、なってる。やっと出たわ。
なんか これってどうなのって思ってたんだよね。そういうことか。うん、あ、ありがとうありがとう。うん、これだとねすぐ使えるもの、加湿器はあるんだよ、のんちゃんが買ってあるから全然バッチリ。これでね、シャカもペコもね、タバコで苦しまない。これどこに置こうかな。今ね机の下に置いてるんだけど、どうすればいいかな、どうするのがいいんだろう。まあいっか、ここでとりあえずは。フィルターが袋に入ってると思わなかったな。これってあれでしょ、結局ホコリとかを吸ってくれるんでしょ、簡単に言うとホコリとかを吸ってくれるんでしょ。部屋の中のほっこりを吸ってきれいにしてくれる。要は空気の掃除機だよね、簡単に言ったら。便利だわ。ほこりとか匂いとかも取ってくれんだ、すげえな。あれしょ、なんか空気清浄機中国でバカ売れしてるらしいよね、日本のメーカー。日本のが一番空気清浄機はいいやつだから。一応花粉っていうのつけてるけど、あ、全然空気きれい。うん、空気きれいだわ。すごいこれ。あ、これすごいわ。あ、すごいすごい。なるほどね。なるほど。タバコも吸ってくれんのかな。タバコ、お、すごいすごいすごい。おお、すごいすごい。おお。タバコ臭くならない、いいね。 PM2.5 かもう大丈夫なんだ、いいね。音がね、やっぱもうちょい話したいよね。向こうの方に設置しようかな。どこに設置しよう。全然音が違うよ。空気ちゃんと出るようになったもん、吸ってるし。どっから空気吸ってんだこれとか思ってたんだよね。おはよう、ザーマンさんいらっしゃい。タバコ吸ってる人はいいかもしんないよね。どこに置こうかな。本棚のところに設置するのが一番いいんだろうけどな。どうしよう、釈迦の隣に置いてあげるのが一番いいんだよな多分。鳥かごはね、日光を当ててあげてんの。今釈迦がね毛が生えてきてストレスなくなったから毛引きをやめたんだよね。羽が生えてきて喧嘩ダメよ、仲良くね。今仲良くしてるよ。見る、シャカとペコ白飛びしてるな。またちょっと待ってね。映像構成詳細設定見えるかな。これでお腹生えてきたでしょ、シャカ。これがね、羽の元になるやつの。シャカとペコがね、一緒に住むようになった。仲良しになった。かわいいでしょ？かわいいでしょ？うん。シャカね。シャカ、おいで、こっちおいで。シャ。シャ。こっちおいで。
ペコと仲良し。喧嘩しなくなった。うん、ペコ。ペコ頭悪いから自分の名前わかんない。シャカ？シャカ、いや、お前はペコ。仲良くなったでしょ。寄り添ってる。喧嘩しないの。もうつがいになったよ。いいね。こっちから撮った方がいいのかな。こうやって。カップル成立。卵産んでくれたら最高なんだけどな。のんちゃん、あの空気清浄機さ、なんか吸い込み悪いなと思ってたじゃん。あれね、中にフィルター袋が入ってて全然使えてなかった。今ね、蓋開けたらあれだった。ちゃんと作動した。これすごいよ。めちゃめちゃ空気吸う。バーって音がうるさいからさ。あー、ハートありがとう。みんなね、可愛いでしょ、葵ちゃん。これさ、どこに置く？ちょっとここに置くのやめようよ。これここだと配信の音邪魔になるから向こう側に置こう。本当はね、タバコ俺がここで吸うからここがいいんだろうけど、もう狭いからさ。これ遠くでも全然いいんでしょ。これどこに置く？奥側に置いていい？ここだよね、本来。ここに置いとくよ、とりあえず。ここ。部屋硬そうね。うん、これさ、ちょっと棚みたいな入れられる。棚？どこ？そうだね、そうだね。これなくしてね。掃除機ですればいい。ほら見てもらう。ほらこんな空気出るようになった。どうでしょう。これね、部屋が綺麗になるよ。置いとくよ。うん、うん、空気めちゃめちゃ吸ってる。この部屋臭いんだろうね。いや、今換気したから。破損が入ってるのかな。すごい空気出るよ。すごいいい空気。タバコ吸う部屋とか全然臭くなんないって。ちょ、音うるさいから向こうに行った。そうそう、なんかフィルター掃除どうやってやるのって聞いたら、外して洗うだけだよって言ってくれたよ。中開けたら中開けたら透明の袋にフィルター全部包まれててなんかおかしいなと思って。そう、向こうでガンガン作動してる今。だから髪のフィルターは洗えない。髪のフィルターは掃除機で吸うんだって。うん、うん、いや、バカだよな俺な。おはよう、あつこさん。あれ、あっこ、あっこじゃなくてあつこにしたの。おはよう。みんなおはよう。ねえ、ありがとう。特命さんありがとう。花火ありがとう。え、ピーって何の音？エアコン？寒い。消した？うん、うん、いらないよ今日は。花火ありがとう。うん、今ね、ペコのね、ペコと釈迦のね、あれをしてるところ。換気、体温、日光浴ですね。簡単に言うとビタミンが生成されるのね、太陽当たると。太陽は大事だよね。
正常ではなかった、シリみたいに袋が邪魔で正常ではないですって言ってくれたらいいね。袋で言ってくれんのシリ、すごいね。今日こそはもう髪の毛さすがに切りたい。もうおはよう、シャカトペコ最高よ。鳥になりたいさん見る、仲良しつがいになったの、ほら嬉しいよ。のんちゃんもびっくりしてた、魔法かけたの。近くにいても喧嘩しなくなった。シャカもねストレスがなくなって、ペコがあれだから毛引きやめて、今ね新しい羽が生えてきてる、うん、すごいでしょ。あんだけ仲悪かったのに、ちょっとね夜ね、夜カゴに入れるっていうのをねずっと仕掛けてた。おいっすー、ほら鳥って夜寂しがるじゃん、その習性を利用して夜中真っ暗にして二人っきりで寄り添うように。ただねちょっと悲しいのがね、シャカほら呼んでも反応しなくなっちゃったの。前は絶対返事したでしょ、シャカほら。もうだからねシャカはね野生に帰っちゃった。シャカ今返事したのペコだ。だからシャカはね多分ねペコと子供を産むよ。俺と恋人じゃなくなっちゃった、うん、動物って面白いよね。ペコと恋人になったらさ、あの俺のな、俺が名前呼んでも反応しなくなっちゃった。それが少し寂しいけど、まあ釈迦のためだよね。それが夫婦になった。そうそう、ジジと一緒、魔法が解けたの。釈迦と会話ができなくなったのは寂しいけどね。寂しいよ、ちょっと釈迦とだって3年間ずっと仲良くやってきたから。あの釈迦も外に出たがらない。ペコは嬉しそうだね。ペコはもう相変わらず元気いっぱいだよ。釈迦は俺にね懐かなくなっちゃった。もうあれだよ、次の日からだよ、カゴ入れた次の日から。その代わりもう二人仲良し。あとでねもう巣もあのヒナ産む頃には綺麗にしてあげて、こんな感じで仲良くやってますよ、ペコと釈迦は。そうだね、嬉しいね。あとは卵産んでくれてね、釈迦が、釈迦が子供残してくれたら嬉しいなと思ってる、うん、嬉しいね。ナユタのこととかいろいろあったけど、釈迦のパートナーが、うん、こんな感じですね。定点カメラ作る、釈迦とペコの定点カメラ作れるけど、なんかこの辺にワイプで作っておくといいかもしれないよね。釈迦ペコの定点カメラ作ろうかな。なんかあるかな、カメラ。やってみるか、ものは試し。そしたらね、釈迦とペコ好きのリスナーさんも嬉しいし。あれカメラどこだ、あれカメラ一発ないな。え、嘘、また変えたの、癖になってるでしょ。どこにカメラ設置するのがいいんだろう。後でね部屋大改造したいな。部屋がごちゃごちゃしてる、この辺かな。ちょっと今試してみるね、釈迦とペコの。あのほら便所さんもやってたじゃん、鳥の定点カメラ枠。アイテムありがとう、鳥になりたいさん、ういっすういっす。いいよ、あの気が向いた時とお金に余裕がある時でいいんだよ。アイテムは無課金税が多すぎるんだよな、配信は。これでどうだ、これかこっちかな。これで合ってるかな、これで合ってる。これをさ小さくして、これ良くない？
これよくない？これどうかな。いつでもシャカとペコが観察できる。これいいじゃん。うん。うん。もうちょっと下にした方が見やすいか。この辺。うん。あ、そっか。これをずらせばいいんだ。こうして。じゃあこの辺かな。こうしてもうちょいでかくすればいい。でかすぎるか。うまいバランスでやりたいよね。いいよね。こうしたらさ、釈迦好きペコ好きが楽しめるでしょ。家族全員集合。こういうのいいよね。のんちゃん着替えんのとか気をつけてよ。のりこ定点カメラになったら意味ないから。ラブラブだよね本当に。カメラね、もっと近づけるのにはスタンドが必要なんだけど、どうすればいいのかな。近づけようと思えばできるんだけど、こういう風に難しいよな。これが多分一番いいと思うんだよな。このくらいがどうだろう。ダメかな。ポールが邪魔だよね。今簡易的にやっちゃってるからやっぱうまく撮れないんだよね。近づけようと思えば近づけられるよ全然。ポールが邪魔だな。かぶっちゃうね、ポールに。こうする方がいいかな。うん、お試しだね。ではね、ポールが邪魔になってるよね。あとこのおもちゃとか、ちょっと、間取りを変えてあげるといいのかな。どうすればいいだろう。ちょっと後でいろいろ考えてみようか。うん、あ、そうなんだ。ポールのけろって無理だよ、そんな。あ、カメラを中に入れるっていう発想はできるね。できるできる。やってみる？鳥かごの中に入れてみる？ただ、シャカとペコがすげえ暴れる可能性があるんだよね、怖くて。絶対そうだよね。怖がるよね。か、下から撮るか、こういう風に。下から行ってみるか。こう、うん。フォローありがとう。うん、これは、まあ、いいんじゃないかな。ただね、あそこに映るかどうかっていう、その、そこに止まるかどうかで、今上に止まっちゃってんのよ。これだとうんこ、うんこ体勢だから、だからそう、そのタイミングが、その、なんつうの難しいよね。ここに映った時はペコ、チャンスなんだけど。そう、あそこ限定になっちゃう、カメラが近すぎると。そういうのが難しいよね。ここでいいんじゃん。こうペコが映るか映んないかっていう楽しさがあるじゃん。ペコカメラのこと分かってるな。ペコはだいぶカメラのことを意識してるね。優秀だわ。ここでいいんじゃないの。ここで、うん、手乗り文鳥だね、うん、
多分ね、のんちゃんが呼んだ時に向こうに行くね。これいいかもしんないね。ねえ、なんかこうペコ見たいペコ見たいってペコ来いペコ来いみたいになるぞ。これかわいいね。あとでなんかこう考えるよ、どこにどう設置しようか。ペコはね、生まれたばっかりでもうモフモフだよ。おまんじゅうみたいな、超元気、毛並みもいいし。支え棒抜いたらそこだけになるけど、さすがにそれも辛い。いや、もっと増やしてあげないといけないから、まあどっか定点ピンポイントでこういうのがいいと思うよ。うん、いや、まんじゅうだよ本当に。今映ってる色ついてるのがペコ、ハートありがとう。で、釈迦は真っ白い、メスの方が釈迦。おまんじゅうかわいいでしょ。ペコはだけどもう性格がさ、やんちゃでさ、大変なのよ、ほんとに。まあ、だいぶ落ち着いてきたけどね。子供の頃、子供から大人になるタイミングって性格荒いんだよね。もともと釈迦だけだった。ありがとう！ねぼすけさん、花火ありがとう！はいはい。ラジオにしてね。ありがとう。今日も一日よろしくね、みんな。ペコはオス。だから、つがいになった感じだね。文鳥はね、インコさんおはよう。文鳥はね、実はね、群れて行動しないんだよ。おい、アンコロおはよう。群れて行動する鳥じゃなくて、カップルだけで行動するの。だから、鳥かごに入るのって結構奇跡なんだよ。相性が良くないとできない。でもこれさ、鳥好きの人が集まるからいいよね。釈迦とペコのファンも現れる。ちょっとのんちゃんカゴのところに寄ってみて。のんちゃんカゴのところに寄ってみて。ほら、のんちゃんも映る。もっと寄ってよ。覗き込んで。ぐーって。もっと上、もっと上。のんちゃん。のんちゃんの定点カメラでもあるから。助けて。アイテム飛ばないから助けて。カサさんいらっしゃい。のんちゃんとペコ、釈迦はねあんま移動しないから、多分ペコがやたら映るんじゃないかな。のんちゃんが映る、怖い、うん、ペコペコ、ここいいね、なんか。かわいい。ペコかわいいな。釈迦は？釈迦ご飯食べてんの？うん。うん。釈迦そこ嫌いだよね。のんちゃんがカゴの中いるように見える。なんかさ、のんちゃんさ、棒をさ、もうちょっと左に回転させてあげて。 T がね、左が下がってるんだよね。ちょっと回転させて、グッて。回転できない、まっすぐにし、あー上げすぎ、もうちょい下げて、逆、少しだけ、そこそこ、 OK、 ありがとう。いや、俺の、いや、秘密基地って言われたね、昨日卵味噌には。秘密基地みたいでこの部屋かっこいいって言われた。めちゃくちゃだよ。だって真ん中にパーテーション組んでるからね。おいしそう。いやー、ペットショね、いいよね、鳥。バードカフェとかいいよね。わかる。鳥はすげえかわいいよ。手に乗ったらキュンキュンするよ、ほんとに。超かわいい。あ、釈迦来た。毛ボロボロ。やっぱペコの方がね、生まれただから。釈迦はね、今ね、トヤキって言って、羽が生え変わるんですよ。そうだから羽がボロボロなの今。俺年に1回羽が生え変わるんだけど、
そうそう、モフモフだよ。ちょっとボロボロだったね。もうおばさんだからね、釈迦も4歳だからガジガジしてる。プラスチックガジガジしないの。ガジガジしてるよ。ペコ噛みつくの大好きだからね。プラスチックカタカタ噛むんだよね。名前の由来、釈迦は俺がつけたのね。で、仏教じゃん、釈迦っていうのは。で、もう一匹来た時はナユタって言って、仏教用語、釈迦とナユタっていう名前にしたんだけど、あのナユタ俺踏み潰して殺しちゃったので、そしたらのんちゃんがナユタは生きてるっつって色違いのやつ買ってきて、さすがにナユタはねえだろうと思ったんだけど、さすがにかわいそうだから、あのこの子はナユタじゃないから新しい名前つけてあげようねって話して、で今度はのんちゃんが決めようってなったの。あのこの子はのんちゃんにすごく懐いてたから、で今度は死なないように元気な名前つけようって言って、でのんちゃんがペコってつけたの。そう、ナユタがいたんだよ前に。ナユタはね、俺が踏んづけちゃった、そう。この子はねペコ、こっちがシャカ。結構移動するな。ナユタは桜の木になった。桜の木の下で眠ってる。ナユタはもういない。のんちゃん着替えんのとか本当に気をつけてね。うん。いやーもう悲しかったよ本当に。のんちゃん3日間ぐらい口聞いてなかったもん、ね、うん、のんちゃんがすごい可愛がってたから。でもそのおかげでペコ来てくれたからね。ねえのんちゃん、うん、のんちゃんペコ大好きだもんね。ペコものんちゃん大好き。ペコイケメンだからペコめちゃめちゃね体でかいし、めちゃめちゃね毛がいいの。外人なのね。これはねシナモン文鳥って言って、あのオランダかな、ヨーロッパの品種改良の。いやーショックだったね。すげえ可愛い子だったから、うん、だから俺らの飼い方がちょっと良くなかったね。大きくなったでしょ。もう大人になった。すぐ大人になる。今ね18歳ぐらいかな、ペコは。人間の年齢でいうところの18歳ぐらい。これは鳥好きが集まってくるよ、この放送に。携帯でも見えるのかな、ペコ。文鳥はね、あのおすすめですよ。あのちゃんと飼える人は文鳥すごくおすすめ。いいですよ。あのお金かかんないし、毎日水の交換だけできるのであればいいですよ、すごく。あのね、なんだろう、あったかいの。もうね、体温が40度ぐらいあるからすごいよ。手の中でボワーっと、なんかヒーターみたいな、エネルギーがすごい。あのやっぱ羽毛布団とかの羽じゃん、すっごい体温高いの。モフモフで、なんだろうな、もうね体重はね 25g とかの。どんな感じだろうな。もうエネルギーがすごいよ、モフモフ。今お風呂入ってるね。あったかい、暑いの、うん、この鳥はね寒さに弱いのね。あの白い方はねもう日本でだいぶ品種改良されて何百年経ってるから寒さに強いんだけど、うん、あのペコの方、こっちの方はあの外国だから太陽の紫外線とかに弱かったりとか欠点がまだある品種なんだけど、
それでね、面白いのがね、ペコとシャカはその品種改良されてるんだけど、この2人が子供を産むとノーマルが生まれるの。夏はいいんだよ、逆に。なんでかっていうと、東南アジアの鳥だから、もともと原産が。暑ければ暑いほどいいの。冬場とか暖房焚きっぱなしだもん、俺の部屋。ペコとシャカのために。湿度もすごい高いし。俺は夏場は窓開けてるだけかな。あ、そうなんだ。ペコとシャカ出したらもう手のひらから離れないよ。文鳥おすすめですよ。オール電化じゃない、暖房エアコンだけど、普通のエアコン。羽繕ってるね。あ、お風呂から上がってるところだね。バタ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 してんの。ドライヤーしてる感じ。ペコはね、もうやんちゃ坊主だね。エグザイルだね、ジャンルとしては。パワー系ドキュンイケメンだから。頭はすごい悪いんだけど、めちゃめちゃイケメンで、俺はエグザイル系統だと思ってるね。ああ、飛べないように跳ね切ってね。エアコン使うね。ストーブだ。ほほ。エグザイル系だよ。で、あのね、釈迦はね、もう頭が良くて、ちょっとオタク系というか、俺にそっくりの。ペコはだから俺と仲悪い。すぐ喧嘩すんの、俺と。ドキュンだよ、ドキュン、ペコは。ただ、イケメンなのが売りだから。めちゃめちゃイケメンだから、ペコ。ずーっと動いてるでしょ、ペコ。釈迦は動かないもん。ずーっと遊んでんの、一人で。あ、来た。こっち来た。イケメンだよ。世話しないよな。まあ、年齢的にもまだ若いからね。遊びたがりだよ。来た、サカ。ボロボロ。釈迦ボロボロ。早くね、もう1ヶ月間ぐらいすると羽が全部開くから綺麗になるんだけど。ボロボロ、ハゲハゲ、釈迦は。いってらっしゃい、鳥になりたいさん。釈迦早くね、羽生えてくるといいね。いってらっしゃい。釈迦かわいいよ。釈迦は賢だから。女子松よりも一回り大きいぐらいだね。女子松よりちょっとでかい。限定すればいいのか。これでもうちょい広げればいいのかな。こうすればいいのか。
と横幅もうちょい枠取らないとダメか。難しいね、カメラって。おはよう、おはようございます。鳥かごの掃除毎日するの、うん、月1ぐらいでいいと思うよ。週1とか、うん、あのね、水と餌は毎日きれいに洗ってあげるけど、かごでかければまあ1週間に1回とかでもいいだろうし。俺はバーッとやるね。もうシャワーで熱湯消毒だね。超きれいにしてあげる。あ、そっかそっか、のんちゃん、そっち側さ、カーテン閉めてよ。そうだ、そうすればのりが映んないじゃん。忘れてたわ。そうすればいいんだ。そうだ、これでいいじゃん。これでいいんだ。うん、ありがとう、教えてくれて。そうだ、これがあったんだ、我々には。我々にはこれがあったんだ。おしゃ、のんちゃん映んないじゃんね。え、おはよう、わたあめさん。これでいいね。さすが。風船ありがとう、渡辺さん。風船ありがとう。風船ありがとう、ちょ。飽きないよね。クラミジア肺炎？何クラミジア肺炎って。それが分かんないわ。クラミジア肺炎って何？なんかそういうのがあるの。シナモンだね、この子は。シナモンと白文鳥。オウム病、ああ分かんないわ。動きが可愛いでしょ。ポイントライト、いや、ライトはいらないよ、うん、配線がまた整理しないと。ちゃんとね、鳥かごのポジションとかうまくやってあげればいいけど。そうそう、色は真っ白なのと、真っ白い方がメスなんだけど、今羽の生え変わりで羽ボロボロ。ペコはクリーム文鳥、うん、シナモン文鳥だ。茶色っていうかね、シナモンって感じの色だ。シャカトペコを定点あ、もう俺の時代は終わったと。これから生主？花火稼げるかな？ちょっとトイレ行ってくるわ。あ、もうそういう時代だ。ペット配信。
系 YouTuber とかであるらしいよ。文鳥系 YouTuber のこと文チューバーっていうらしいよ。文チューバー、そう結構いいね、見たよ、文チューバー YouTuber。 俺も文チューバーになろうかな。どうしよう、文チューバー目指す。文チューバーなんか数字取れそうじゃない、文チューブ。なんか閲覧伸びそうだもんね。もうこれであれだよね、アニメのサムネとかじゃなくて動物のこう定点カメラで雑談をするという新しいジャンル。ありがとう、花火ありがとう。文チューバーですよ時代は。いや文チューバーっていうジャンルがローカルであるの本当に、うん、文チューバー釈迦です、ペコです。カメラの画質ってまだいけんのかな、ちょっと待ってね。映像構成でカメラ制御、これくらいかな。焦点を、焦点は難しいか。ヒカキンじゃなくてあるんだよ、文チューブって。あ、ズームもできるんだ、ズームもできるんだ、ただいま。釈迦の毛はねあと1ヶ月ぐらいだね。もう骨の爪楊枝みたいなのがいっぱい出てるでしょ、あれがね、羽がバッて開くの。だからもうすぐ治るよ。今痛々しいけどね、ストレスが溜まってる時期だね釈迦は。悪徳の栄え、いやだからいつも言ってるけど見てほしいな、 DM 送ってって何回も言ってんのにな、雑談してる最中に言われても覚えてらんないよ、うん、覚えらんないよ。送って DVD つうか、あの録あの記録を残しておいてほしい、ね、うんこしたらバンではないでしょさすがにさすがに動物のうんこでバンになったら俺鬼えげつないぐらいあれだよ、あのふわっちにクレーム入れるよ動物のうんこでバンは頼むよ、うん、それは無理だよ。5分に1回うんこしてきたんだよ、うん、極悪非道でしょ。さすがに鳥は大丈夫でしょう、まあ、一回ねあのふわっちで揉めたよね、あの便所太郎さんがさ、生きたネズミ、あの花火が何発生きたネズミをそのなんだっけ鷹にあげるっていう配信やってバンになって、実は便所さん一回炎上してるんだよね、あのネズミの生きたハムスターかなんかあげるっていう、花火何発でっていう、そう、それ大炎上してたよ。ハムスター飼ってるリスナーからしたらふざけんなだしね。335さんおはよう。やっぱペコの方が活動的だよね。ぜひぜひまた遊びに来てください。
待ってますよ。まあ、飼ってる人からねするとやっぱ倫理観的にね難しいよね。生き餌は難しいよな、うん、そこは俺も反対派だった。その別に放送で映さなくていいんじゃないっていう、それトラ子供がトラウマになったらかわいそうだから、ね、あの時は相当炎上したよ、うん、相当炎上した。嘘なんてね、おもぐいしてるのを映してたんだよ。ハムスター？ハムスターじゃなくて、お家にネズミが出て、おでそのネズミの捕獲器の中にネズミが7匹か8匹ぐらい入ってて、おで餌も水もあげないで、うわ最後ともぐいして、おでそれをなんだっけアフリカンたちに移してた。それバンになんなかったの？バンになったよ。なるよな、そりゃダメだよね。それなんか生命をもてあそぶのはダメよ、うん、癒されたりするんだったら全然歓迎だけどね。やっぱその不快に思う配信は良くないよね。配信者頭おかしいやつばっかりだからな。そうそう、やっぱり焦点はそこだったよね。そのアイテムでそういうことをやるのは良くないっていう風な結論に至ったね。結論そこ。これって投下できるのかな。これさ、ちょっと待って、いろいろ試させて。これ投下できたら面白いんだよな。これを投下、投下ってできるのかな。SO フォーマット、バッファリング、投下ってできるのかな。あれ？フィルターかな。フィルター。ん？こっちが俺の方か。こっちはフィルター、エフェクト、映像フィルター、ゲインノイズ。レンダリング、色補正、クロマキー。透過はできないのかな。透過はできないっぽいな。透過できたら面白いんだけどな。そう、暗くなっちゃったよ。これ俺の方か。難しいな。ノイズがすげえ走ってんな。あー、カメラが処理できてないんだ、これ。カメラが処理できてないんだな。それはね、最近つがいになったんですよ。最近つがいになりましたね。パソコンに負荷が、やっぱカメラ2台同時に使うとダメだね。
ょうがないね。急患症じゃないよ、文鳥。文鳥っすね。オスとメスが交互に卵を温めるのが普通らしいの。卵が生まれたらオスとメスが交代で卵を温めるのが普通なんだけど、たまにダメなオスがいるらしくて、全く子育てしないってやつがいるらしいやっぱりメスしか温めないっているんだって。あ、え？ペコはどうだろうね。ペコはなんか温めそうじゃん。うん。ペコのほ、ペコは優しいからやると思うよ。うん。わかんない。だから、釈迦が卵を産む。一番気をつけないといけないのが、釈迦が卵を産んだ時に卵詰まりで死ぬ可能性があるからね。うん。いるいるいる。鳥にもダメなやつっていっぱいいるの。それが面白いけどね。釈迦女子だよ。釈迦メスだよ。メスメス。文鳥ペコの方がオスな。ダメだな、カメラが処理できてないな、やっぱノイズが走るな。それ変わったやめたけど、逆だと思ってた。うん、文鳥喧嘩するよ。するする。相性悪いと殺し合いに発展するからね。ストレスで寿命が減っちゃう、仲良くないと。
はいはい、渡辺さんまた来てね。おはよう。すごいなんかあれじゃん、空気清浄機が頑張ってない？のんちゃんなんかウィーンってずっと言ってるよね。すごいよね。リラックマさんいらっしゃい。シナモン文鳥とね、白文鳥ですね。おはようございます。シナモンとな白文鳥。こちら今映ってるのがシナモンなんだけど、なんか映像がなんでこんなノイズ発信だろうな。ダメだね、相性が悪いのかされるね。鳥かわいいよね。そうなんだ、鳥フェチなんだ。リラックマ、俺は文鳥しか飼ったことないけど大好きだね。言葉も覚えるんだ。ていうか鳥って人間の感情を読めるよね。俺ペット飼ってる人も親バカだと思ってたの。でもね、頭のいい文鳥の個体と出会うと
俺が落ち込んでる時とか寄り添ってくれたりとか、あのテンションとか鳥言語が分かるようになると面白いよね。なんかペットの親バカだろうとか思ってたんだけど全然違ったわ、うん、鳥にも感情が理解できるんだっていうのがびっくりした。それがね、あのね、鳥はね、知能もっと高いの、プリンさん。5歳児ぐらいあるの。ただ感情年齢が低いのね。感情年齢が2歳ぐらいで、あのね、知能自体は5歳ぐらいだよ。鳥めちゃめちゃ頭いいよ。びっくりするよ。下手したら犬ぐらいの知能あるかもしんない。カラスとか異常に頭いいでしょ。会話はできるよね、ある程度の。ある程度の意思疎通はできるよ。仲のいい個体とあの巡り合えたら。それも運だけどね。フクロウはね、大変ですよ。フクロウは、あの、生きたね、餌とか必要だし、あの、ネズミの肉をね、冷凍庫にずっと入れておかないといけないから。おかわりーって叫ぶんだ。嘘、すごいね。うん。おかわりーって言うんだ。猛禽類はすっごい大変。フクロウはロマンだよね。夜は鳴かない。鳥の習性でね、あの夜はすごいおとなしくなるから、真っ暗にしたらもうシュンってすぐ寝る。だから部屋の中暗くしたらもう勝ちですよ。鳴くっていうか呼んだら鳴くよ。シャカ、あ、そっか、今鳴かなくなっちゃったんだ。シャカ、うん、ほらピッピッって言うでしょ。昔は呼んだらね、ほぼ泣いてくれたけど、今はね、つがいになったら泣かなくなっちゃった。うん、フクロウっていい名前だよね。嘘、カバーめくるとおはようって言うんだ。分かってるんだね、じゃあ。うん、おはようの使い方とおけり、おかわりってね、もう使い方分かってるもんね。すごいね。すごいね。リラックマさんの文章頭いいね。あ、覚えるんだ。すげえな。すごい。はいはい、いってらっしゃい。俺はね、70発が今目標かな。ルンさんいらっしゃい。平均70発になったら俺は大満足だね。大成功だと思ってる。今の目標はそれくらい。リラックマさん、アイテムありがとう。うん、それくらいね、もらえるようになったらね、最高だよね。花火だけじゃないけどね。いろんな人に応援されたいけど、
ああ、いえいえ、とんでもないです。ありがたく頂戴します。嘘、それ見た？いや、だからそうそうさ、それ見たいんだけど、どこにもないんだけど、え、それどこ情報？なんか結構強いらしいんだけど、え、それ見たの？そうそうは。え、どこで見れるんだろう。動画残ってない。おお。ありがとう、リラックマさん、花火ありがとう。菩薩さん、ハートありがとう。あ、電池切れちゃったんだ。文チューバーだよ、文チューバー。ありがとうございます、リラックマさん。タイムシフト残してないのか。70発は現金3万5千円だね。要はね、月収100万になりたいなとか思ってんの、俺。まだ1回も月収100万になったことないから。俺の1個の目標なんだよね。直樹兄さんのシャドーボクシング、なんでログ残さないんだよな。え、誰かよ。いってらっしゃい、リラックマさん。評判はどんな感じなの？いや、それ公開者に入らないでしょ、シャドーボクシング。なんか写真でもいいから、どんな感じか見れたらフォーム確認できるんだけど。そうだね、やっぱりお金持ちの人がね、何人もフォローしてくんないとね。見せろよな。なんで俺ばっかり公開しないといけないんだよな。ほんと卑怯なやつだよ。卑怯者め。あ、そうだね。未婚の人が落とすっていう感じだね。それはそう。昔からネットはそうだよ。対策が打てねえよな。のんちゃんはもう直樹兄さん見てないもん。いや、ていうかね、配信者の大会で俺そういうことやるやつってクソダセえと思ってて、だったら捨て頃なんか出てくんなよっていう、そういう。なんか盛り上げる気ねえなら、俺本当に嫌いなんですよ。そうそう、そういうさ、なんか自分だけ良ければいいみたいな、自分が売名できたらいいとか、だからカソなんだよ。そう、自分のことばっかり考えてカッコつけたいとか、リスナーさんのこと全然考えてない。そう、俺やだからね、2のやつらね、ちょっとね、甘い。だからもう、なんつうの、なんつうんだろうな、いや、煽りとかじゃなくて、普通に配信者かよ、お前っていう。クソだせ。いや、もうボッコボコにしてやろう、マジで。格の違い見せつけてやりますよ、本当に。俺何にも隠さないし、全部リスナーさんに公開してるけど、自分だけ勝てばいいとかね、なんかね、そういう格好つけてる態度が気に食わねえ。マジで。いや、ゴミでしょ。配信者じゃないでしょ。だったら地下格やれよ。そんなにやる気、捨て頃でやる気ねえんだったら地下格やれよ、マジで。っていうか、便所さんもなんで、
あの注意しないの。盛り上げる気あんの便所さんも。本当に便所さんも便所さんで、あの言わないのもダメだと思うよ俺。プロモーターもダメでしょ。そんな片方の選手とかさ、有名な方の選手ばっかりに負担かけてさ、しっかり指導しろよ、うん、やる気あんのかって。やる気なすすぎるだろ。普通に腹立つよな。ん、何がブーメランなのかよくわかんないけど、どこブーメランの意味わかってます？何がどうブーメランだったの？ちょっと詳しく教えて。ブーメランの要素なかったと思うけど、何がどうブーメランの？花火飛んでないと思うけど、全然安定して花火飛んでないよ。おはよう、ヤナラッキー、おはよう。ノリさん復活したよ昨日。セフィゾー仕事じゃないの？大丈夫？はいはい、うん、お嬢さんいらっしゃい、お嬢さんいらっしゃい、わだつ。おはよう。ナナちゃんおはよう、おはよう。すげえな、ここでタバコ吸ってもセンサー反応するね。空気清浄機半端ねえわ。初なんだ、初見さんなんだ。面白かったらでいいんだよ。面白かったらフォローしてね、お嬢さん。よろしく。
ギター始めたの？どう？ F 弾ける？もう F 弾けるようになった？フォローさせ、あ、ありがとう、王女、ありがとう。 F がつまずくところだからね。 F ね、そんなにプレッシャーに感じなくていいよ。 F はね、自然と弾けるようになるから。それよりもね、楽しむことの方が大事だと思う。 F は省略コード、省略コードよりもね、普通のコードを覚えた方がいいと思うよ。ゆっくりゆっくりやっていくと勝手に弾けるようになるから。 F は F と B マイナーでつまずくかんね。歌の練習しようかな、俺も。バラバラに弾いたり、ギター？バラバラっていうのは、どういうのだろうね。バラバラ。リードギターってこと？やってみようか。ただね、ていうかネックが曲がってんな。ネックひでえ曲がってる。しばらく放置してたらダメだね。スケールわかんない俺。音楽理論全然わかんない。バカありがとう、金本さん、バカありがとう、金本さんありがとう。金本さんなのかな、金本さんなのかな。バーガーラッシュありがとう、バーガーザイス。外国の歌でしょそれ。外国ギターは楽しいよ普通に。なんかいいんじゃん、歌下手でもいいんだよ。歌下手でもいいじゃん、楽しめば。なんかみんなうまく弾こう、うまく弾こうってするからね。下手でいいと思うよ俺は。When the night
PET scan and the ray is dark and the moon with the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. ハートありがとう。 If the sky that will keep on should tumble and fall, oh, the mountain should crumble in the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. かよたん、誕生日なのでハッピーバースデー。あ、行こうか。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピー。弾けるかな？いけるかな？やってみようか。かよたん、まだいる？Happy birthday, Kayotan. Happy birthday, Kayotan. Happy birthday, dear Kayotan. Happy birthday to you.ありがとう、ハートありがとう。おめでとう。ありがとう、はい、サンキュー。 Hey, hey, Jude, don't make it bad. Take aSound so remember to let a hand you have. Hey Jude, don't make it bad. You were made to. わかんねえな。雨とつぶやいて冷めた面して歩く。楽しいね。角ひか輝くだろう。溢れる熱い涙いつまでも続くのか。吐き捨てて寝転んだ俺もまた輝くだろう。今宵の月のように月のようにようにに
分かんねえな。そう、声がね、そうコンプレックスなんだよこれ実は。声がね、顔に似合わずね、高いんだよね。そう、子供みたいな声だから。だから渋いさ、声に憧れるんだよね。見忘れない曲がりくなった道を行く生まれたての太陽と夢を渡る広い砂、二度と戻れないくすぐり合って転げた日、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びを潰れるほど抱きしめてこぼれそうな思い、汚れた手で書き上げたあの手紙はすぐにでも捨ててほしいと言ったのに、少しだけ眠い冷たい水で閉じ開けて、今せかされるように飛ばされるように通り過ぎてく。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。いつかまたこの場所で君と巡り会いたい。どんなに歩いてもたどり着けない心の雪で濡れた頬、悪魔のふりして切り裂いた歌を春の風に舞う花びらに変えて。出ない。君を忘れない、曲がりくねった道を行く、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる。オアシス一曲もわかんねえな。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びを潰れるほど抱きしめて。スピッツいいよね。あなたのことを深く愛せるかしら、子供みたいな光で僕を染める、風に吹かれた君の冷たい頬に触れてみた小さな午後、諦めかけた楽しい過去の日々に
一度きりなら届きそうな気がしてた。誰も知らないとこへ流れるままに洒落ていた猫のようにふざけすぎて恋が幻でも構わないといつしか思っていた。壊れながら君を追いかけてく。近づいても遠くても知っていた。これが全てで何もないこと。時のシャワーの中で。スパイダーってどういう曲だろうな。スパイダー、スパイダーわかんねえな。ささやく冗談でいつもつながりを信じていた。砂漠が遠く見えそうな時もぼやけた六等星だけど思い込みの恋に落ちた。初めてプライドの柵を越えて風のような歌届けたいよ。野生の残り火焚いて素足で走れば柔らかい日々が波の音に染まる。幻を覚めないでて。でね、ねじ曲げた思い出も捨てられず生きていた。ギリギリ妄想だけで君と水になってずっと流れるよ。行き着いたその場所が最後だとしても柔らかい日々が。スピッツ高いね。シェリー、俺は転がり続けてこんなとこにたどり着いた。シェリー、俺は焦りすぎたのかむやみに何もかも捨てちまったけど。シェリー、あの頃は夢だった。夢のために生きてきた俺だけど。シェリー、お前の言う通り金か夢かわからない暮らしさ転がり続ける。俺の生き様を時には無様な格好で支えてる。
シェリー優しく俺を叱ってくれ、そして強く抱きしめておくれ、お前の愛が全てを包むから、ラシェリー、いつになれば俺は這い上がれるだろう、シェリー、どこに行けば俺はたどり着けるだろう、シェリー、俺は歌う愛すべきもの全てに。シェリー、見知らぬところで人に出会ったらどうすりゃいいかい、シェリー、俺ははぐれ者だから、運命みたいにうまく笑えやしない、シェリー、夢を求めるならば脅くすら恐るしやしないよね、シェリー、一人で生きるなら涙なんか見せちゃいけないよね、転がり続ける、長渕の声やってみる、俺の生き様を、時には涙をこらえて支えてキーが違うな、シェリー、哀れみなど受けたくはない、俺は負け犬なんかじゃないから、俺は真実へと歩いてゆく、ゆく、シェリー、俺はうまく歌えているかい、俺はうまく笑えているかい、俺の笑顔は必須なんかじゃねえ、俺の誤解されてはいないかい、俺はバカと呼ばれているか、俺はまだまだ恨まれているか、俺は愛される資格はあるか、俺は決して間違っていないか、俺は真実へと歩いてるかい、シェリー、いつになれば俺は這い上がれるだろう、シェリー、どこに行けば俺はたどり着けるだろう、シェリー、俺は歌う愛すべきものすべてに。ありがとう。ありがとう、つぶあんさんいらっしゃい。何歌おうか。じゃあ長渕行ってみようか。固い絆に思いを寄せて、初見さんいらっしゃい。語り尽くせぬ青春の日々、時には傷つき、時には喜び、フォローよろしく。肩を叩き合ったあの日、あれからどれくらい経ったのだろう、沈む夕日をいくつか数えたら、ふるさとの友は今でも君の
心の中にいますか。参拝、今君は人生の大きな出ない大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。長渕いい曲本当に多いよな。ハートありがとう。知らないな、チンピラ。コツコツとアスファルトに刻む足音を踏みしめるたびに、俺は俺であり続けたい、そう願った。裏からな心たちが見えて、やりきれない夜を数え、逃れられない闇の中で今日も眠ったふりをする。死にたいぐらいに憧れた花の都大東京、薄っぺらのバストンバッグ、北へ北へ向かった。ざらついた苦い砂を噛むと、ねじ伏せられた正直さが、今頃になってやけに骨身にしみる。ああ幸せのトンボよ、どこへ、お前はどこへ飛んでゆく。ああ幸せのトンボが、ほら舌を出して笑って。ちょっと待ってね、大人の都合。ラー、明日からまた冬の風が横面を吹き抜けてゆく。せい、雨を降る、それでもおめおめと生き抜く。俺を恥じろう。せい、あたしのまんまじゃ寒くて、凍りつくような夜を飾え。だけど俺はこの街を愛し、そしてこの街は憎んで。死にたいぐらいに憧れた東京のバカ野郎が、知らん顔して黙ったまま伝ってる。バカありがとう。ケツの座りの悪い都会で、行き止まりの酒を垂らすば、半端ない俺の骨身にしみる。ああ幸せのトンボよ、どこへ、お前はどこへ飛んでゆく。ああ幸せのトンボが、ほら舌を出して笑ってら。ああ幸せのトンボよ、どこへ、お前はどこへ飛んでゆく。せい、えい
幸せのトンボがガーガーほら出なかった出して笑ってれありがとう、パチパチありがとう、うん、じゃあ続いて長渕の曲いきます。校舎の鍵芝生の上に吸い込まれるそれ眩しいとリアルな気持ち感じていた。チャイムが鳴り教室のいつもの席に座り何に従い何に従うべきか考えていた。ざわめく心今俺にあるものは意味なく覚えて戸惑っていた。放課後の街ふらつき俺たちは風の中孤独瞳に浮かべ寂しく歩いたばかり。ありがとう。笑い声とため息の方はした店でピンボールのハイスコア競い合った。退屈な心刺激さえあれば。おはよう。何でも大げさに喋り続けた。あーあーあー行儀よく真面目なんてできやしなかった。夜の校舎めとけらず過ごしてもらった。世界に続けあがき続けたい。早く自由になりたかった。信じられぬ大人との争いの中で許し合い一体何分かり合えただろう。うんざりしながらそれでも過ごした。一つだけ分かってたこと、この支配からの卒業。釈迦ぐったりしてる。釈迦大丈夫？釈迦寝たな。釈迦がぐったりしてる。釈迦大丈夫？釈迦？寝てたのね。名古屋のスナックでブルーハーツでしょ、やっぱり。ブルーハーツ行く？どうだった？そうそう。なんか、配信で聞くの全然違かったでしょ？ねえ、そうそうが行きつけのスナック連れてってくれて、ブルーハーツ大熱唱してやったよ。そうそうに歌ったのはね、この曲だね。ちょっと待ってね。ソソに歌ったのはこれだと思うんだけど、多分ね、この歌だと思うね。役立たずと罵られて、最低と人に言われて、両両よく演技できず、愛想笑いも作れない。信じまえと罵られて、このバカと人に言われて、うまい具合に世の中とやっていくこともできない。すべての僕よようなろくでなしのために、この星はぐるぐると回る。劣等生で十分だ。画面上では下手くそを演じてるんじゃなくて、なんかあの配信って下手下手ってコメントがあると下手に聞こえるんだよ。で、実はうまいうまいってコメントが書いてあるとうまく聞こえるんだよね。そう。
俺はね歌唱力はないけど、あの人に伝えるバイブレーションは強いと思うよ。生の方が有利なタイプなんだよ。客がいた方が、目の前に人がいた方が伝えられるタイプなんだよ。人がいないとやっぱり届かない。おはよう、おはよう。愛する人を、愛する人を守るため、大切なものを築くため海へ出たのね。嵐の中で戦って、出ないな、気が合わない。突風の中生き延びてここへ来たのね。この港はいいところよ。最後の曲にします。これ最後の曲ね。全角な天使のようにそう寝るよ。ちょっと待って神話にキーが違いすぎる。なれ私だけをこれやめない。ただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけど、いつか気づくでしょう。その背中には遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使のテーゼ、窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで、思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ、神話になれ。おはよう。いや音楽はいいね。よいしょ。おう、ノンラブおはよう。ノンラブおはよう。どう調子は最近。元気？みゃーっつって。おはようみんな。よいしょ。みんなおはよう。おい、花火ちゃんおはよう。よろしく。元気？よかったよかった。かゆ。ちょっとトイレ行ってくるわ、俺。みんなで今日もアゲアゲで行こうね。
目が覚めた？いいね。おはよう。天気いいよ。最高だよ今日は。天気バリグーだよ。天気。ね、今日はね目覚めちゃったんだよね。もうこんな時間か。早いな。一日が過ぎるのは早いっすよ。ヤバタン。ノルさん、昨日復活したけど今日はやらなかったんだね。はいはい、とじあきさん、いってらっしゃい。頑張ってください。お仕事頑張ってください。パソコン配信、そうそうそう、実はセッティング僕が遠隔操作でそうです。パソコンなんかリスナーさんに中古のもらったらしいんだけど、ウェブカメラの設定が分かんないってずっと言ってて、俺が遠隔ツールでずっとこの部屋でね、セッティングとか何回も説明したんだけど、白くなったんじゃなくて、あれ画質の設定間違えてんの。何回も説明したんだけど、ドレさんは肌が白くなったわけじゃないのね。でドレさん白いの売りだから、これ設定ちゃんとやってねって、こうなってたってことでしょ。ドレさんの設定こうなっちゃったの。これをこうしろっつったんだけどね、うん、何回言っても分かんなくて、多分こういう感じになってなかった。これはね、ホワイトバランスっていう設定なんだけど、多分デフォルトで設定してるんだと思う。どうしても青みが強いのね。青みが。そう。ドレさん覚えられなかったんだと思う、多分。
設定を教えてほしい？ああ、全然いいよ。やり方全然教えるよ。ただね、パソコンで放送やってんの？パソコンじゃないとこれできないよ。全然やってあげるよ。遠隔、パソコンで配信してるんなら。パソコン？オッケーオッケー。今度暇な時に LINE ちょうだい。遠隔操作でやってあげる。全部。いいよ、ノンラブ。全然やってあげるよ。こういうのもできるようになるよ。こういう。だから、配信外でさ、今度連絡くれたらやってあげるよ。Thanks. Thank you. こんな可愛いのあんのよ。Thank you.あ、いいよ。ノンラブもね、ふわっち頑張ってるみたいだね、最近ね。調子いい感じだって言ってたもんね。フォロワーも増えてるじゃん。100人超えてるじゃん。すごいね。頑張ってね。昨日ドレさんの配信綺麗だった？そうそうそう。パソコン買ってもらったのかもらったのかわかんないんだけど、なんか、中古のやつもらったみたいなこと言ってたよ。だからね、ロジクールのカメラは前から持ってるって言ってたから、それで設定してたみたいで。なんか画角が広かったでしょ。横幅が普段よりも広かったはずなの、ドレさんの放送。でもね、俺もね、画角広くできそうなんだよね。昨日ね、卵味噌のあれでやったんだけど、広角レンズかますとね、ちょっとこれだとダメなんだけど、これだとあれだけど、なんかね、うまく画角広げる方法は見つかりそうなんだよね。キッチンまで映るでしょ。ちょっとね、画角広げる方法俺も考えてるんだよね。まだまだ。広くすれば広くするほど、面白いことができるから、だからね、画面が丸くなっちゃうから、魚眼レンズっぽくなっちゃうからね、そこはちょっと問題なんだけど。今日ね、電気屋さんに行って、なんか、いいやつ買ってこようかな、とか思ってんだよね。なんか、一個見つけてきて。こうやってやったらさ、全体が映るからさ、角度を変えなくていいじゃん。いいでしょ。ただ、レンズが100均の、これレンズだから、あんまり良くない。よろしくない。映る幅が限定されちゃうからね。あと安いレンズはボケちゃうよね。これくらい、これくらいかな。まあこういうカメラ遊びとか俺は好きだからね。こうすると俺の部屋が全部映るから。映像は奥が深いよ。全部丸見えだから隠せないけどね、うまくね。シワがずれてるな。映像表現にこだわるよね。ダメだね、この辺黒。ああ、でもだいぶ広くなるな。
これくらいが一番いいんじゃないかな。でも映画っぽくてちょっとかっこいいっちゃかっこいいけどね。なんかあれだよね、あのディープインパクトっていうさ、あの曲があったんだけど、これ多分床で撮ったらそういう感じになる。日報変える真の音楽とお前の鼓膜直接コンタクト。全部丸見え。ロジクールから発売すればいいのにね、魚眼レンズ。ロジクールプレゼントしちゃったから自分の買わなくちゃ。あー、だったらね、あのお金高いやつ欲しいんだったらブリオっていうのがいいよ。あのロジクールブリオっていうの買うといい。ブリオはあのすごくいいから。俺もね今ね欲しいんだよ、ロジクールのブリオ。ただ高いんだよね、2万3000円ぐらいすんのかな。俺も欲しいなと思ってるけど失敗したんだよね。ロジクールねもう一個買っちゃったんだよ、安い方、1万いくらの方。ウェブカメラはロジクールも鉄板だから、それの最重鏡モデル。あ、ブリオやったんだ。俺もブリオ欲しいんだよね。なんかね、テルチャンピンがブリオ使ってて、で俺も欲しいなと思って。ブリオいいね、高いのいいよね。ブリオはほんとテルのあのカラオケ企画の時に見つけて、あーすげえいいじゃんそれっつって、俺もブリオ欲しい。投資だ投資だ。うん、あ、そうだったんだ知らなかった了解、知らなかったわ。俺知らなくてさ、ブリオの存在。あ、そういうことね。うん、なるほど。ウケるね。うん。そういうことか。でもノンラブもあれでしょ、捨て頃来るんでしょ。結構リスナーさん来る人、ソソも来るしさ。さっきあの来るっていう女の子がコメント書いてくれて、ダメな首がやっぱねえ。オフ会行こうぜ、オフ会みんなで飲もうね。まあ多分キャスバー集合だと思うけど、キャスバー多分ごっちゃごちゃになるだろうね当日。楽しみだよ、会えんの。ねえ、行きたいね。いや、みんな流れると思うよ。キャスバーにみんな集合するっていう感じでしょ。多分そういう流れになると思う。キャスバー行こうよ、じゃあ。多分、のんちゃんも来るから、のんのんコンビで行こうよ、のんのんコンビ。ね。のんちゃん、後ろに寝てるのんちゃん、のんラブのこと好きだから。
そう、結構俺がほら配信やってるからノンラブの放送見れてないからさ、ノンラブ最近来ないねなんつって、ノンラブ元気って言った、のりこはノンラブのところコメント打ってんでしょ、なんかノンラブ結構見てるらしくて元気だよって言ってて、あそっかっつって、うん、そう、うちののんちゃんとも仲良くしてね、みんなで遊ぼう。そそもすげえいい人だから。じゃあそろそろオイラは寝るよ。そろそろ寝るわ。みんなお疲れい。ありがとね。お疲れ様です。また来てね。フォローもよろしくね、初見さんは。